2015年3月24日に副操縦士がアルプスに墜落させたジャーマンウィングスエアバス A320 乗客乗員合わせて150人全員が死亡2001年9月11日アメリカン航空ボーイング767から200登録番号 N334AA はアメリカン航空11便としてハイジャック犯によって故意に 世界貿易センターのオースタワーに激突し、乗っていた92人全員と、地上約1600人を殺害した。操縦者による自殺とは、免許を持っているかどうかにかかわらず、航空機の操縦者が自殺を目的に、故意に航空機を墜落させたり、自爆させたりすることである。同乗している乗客や、墜落地点の人々を巻き添えに殺害することもある。この場合、 殺人自殺と表現される。航空機の歴史の中で航空事故は数多く起こっているが、このうちいくつかは操縦者による自殺が疑われており、またいくつかは実際に自殺が目的であったと断定されている。しかし一般に事故の捜査官が操縦者の自殺の動機を特定することは困難である。これは操縦者が 故意に記録装置の電源を切ることが多く、操作を妨害する事例があるからだ。その結果、操縦者の自殺を確実に証明することは困難となっている。操縦者が自殺を意図していた説得力のある証拠がない限り、操作官は航空機事故を自殺として認定しない。説得力のある証拠とは、例えば過去に自殺未遂を起こしていた記録や、 自殺をほのめかす発言、遺書の存在、精神障害の病歴が含まれる。2002年から2013年までの操縦者による自殺の調査を行ったところ、自殺した可能性のある事例が5つ、明確な自殺であると判定された事例が8つ、報告された。事故の調査官は、テロの専門家と協力して操縦者が過激派グループと接触していたかどうかも調査し、 自殺の目的がテロ行為であったかどうかを判断しようとする場合もある。操縦者による自殺のほとんどは軽飛行機での通常の航空で実行される。この場合、ほとんどは操縦者のみが航空機に乗っており、基本的に他の乗客を巻き添えにすることはない。そして、自殺が疑われる自己事例の半分で操縦者は飛行時には禁止されている薬物やアルコール、 抗うつ薬を使用していた。これらの操縦者の多くは精神病歴を有していたが、規制当局にはその病歴を隠していた。第二次世界大戦では、いくつかの国で操縦者による自爆攻撃が実施されている。ソビエト連邦の飛行士、ニコライガステイロは戦闘中に撃墜されたが、この時、機体はまだ制御可能であったとされる。しかし、 彼は地上に経流中の敵機に体当たりを実施し、自爆攻撃を行った。いくつかの論争はあるが、彼は敵に自爆攻撃をした最初のソ連飛行士と信じられている。その後、戦争中では自殺を前提にした攻撃が増えた。最もよく知られているのは、太平洋戦争の終結間際に連合国艦艇に対する大日本帝国陸海軍からの攻撃である。 これらの攻撃は、神風と呼ばれ、従来の魚雷や爆弾による攻撃よりも、効果的に連合国の軍艦を撃沈、あるいは大破させた。00 00001944 00から10から01から1944年10月から00 00001945 00から01から01から1945年の間に、約3860人の日本軍飛行士が、 この方法で死に至った。このリストには第二次世界大戦における自爆攻撃は含まれていない。世界貿易センターへの自殺攻撃アロスペースメディスンヒューマンパフォーマンスにおいて2016年に発表された研究では航空機が関与する自殺及び巻き添えによる殺人を体系的に調査している。調査官たちは 航空医学の文献やメディアでは自殺と巻き添えによる殺人の両方を操縦者による自殺と表現している。しかし、精神医学では異なる危険因子を持つ別個の出来事と考えられていると指摘している。この研究は1999年から2015年の航空機事故を対象としている。医療データベース、インターネット検索エンジン及び 航空安全データベースを調査し、自殺は65件、航空機から乗客が飛び降りた事例の6件を含めている。また、このうち18件は合計732人の死者を含む殺人自殺であった。うち、操縦者が乗客を巻き添えにした事例は13件であった。この研究によると、バスや電車など航空以外の事例と比較すると、 航空機では操縦者による自殺における殺人自殺の割合が17%ほど大きかった。調査官のケネディは航空機を利用した自殺及び殺人自殺はごく稀にしか発生しないものの地上における事故と比較した場合巻き添えとなる死亡者が多くなることからその社会的な影響は大きくなると述べている。この調査では以下の点が指摘された。 アメリカの規制では安全上の理由から少なくとも二人の乗務員が常にコックピットにいる必要があるとされている。これは医療やその他の緊急事態に対応できるようにするためであり、その中には誰かが飛行機を墜落させようとした場合の阻止も含まれる。一部のヨーロッパ諸国とカナダ、オーストラリア、日本では2015年3月24日の ジャーマンウィングス9525便の墜落を受けて50席以上の旅客座席を備えた航空機ではコックピットに常に2人が常駐しなければならないという規則を定めた。ありがとうございます。